じゃあ、米中から、日本と中国に話を移ります。まあ、8番、9番、まあ、特に8番は副団長リツイートしてるんで、解説とコメント、8、9合わせてお願いできますか。8番はでい。すね、自民党の、期待の星ですね、小野田喜美参議院議員の、ツイートになりますけれども、夕刊フジの記事、中国直接、牽制で暴発許さず、麻生太郎副総裁、米英豪オーカスに、日本の参加提起、岸田首相に喝入れたかという記事でありまして、かいつまんで言えば、この米英豪のオーカスにですね、ジャパンも入れてジョーカスにしようっていうことも考えるべきだっていうことを、麻生さんがおっしゃっていると。で、私はもうこれはね、本当に安倍さんとその盟友というかね、の麻生さんならではの、大胆な構想力のある、ことによったら、安倍元総理とこういう話を語り合ってたんだろうというですね、ビジョンで、本当は日本はこういうところに進んでいかなければいけないという、それがもう目の前の計画段階に行きそうな時に、安倍総理の遭難が、元総理の遭難があったわけで、なんていうかな、体毛を引き継いで進めなければいけないという、麻生さんの信念というか、日本の将来を憂いた、発言だと思いまして、やっぱりね、自民党にはこういう、人が必要だというかですね、この方がまた総理に返り咲くことは考えてらっしゃらないんでしょうけど、本当に自民党にはなくてはならないご意見番だなというふうに、思いますし、これを、ちゃんときちんと、これ支持という意味合いだと思いますね。小野田、参議院が、リツイートされているということも、頼もしいなと思っています。そし9て、番はどうですか？はい。で、9番ですね。9番は、これはこの番組にも出ていただいたことのある、保守の、ブロガーでございます。YouTuber でございますね。哲也さん。オーカスに加盟するためには、日本は憲法改正、セキュリティクリアランス、スパイ防止法などしっかりとした法整備を図る必要があるのではないか。天下の悪法、LGBT 法を通した時の馬力を、こういうところにこそ使いと言いたい。で、これはね、全く私も、同感であります。憲法改正、セキュリティクリアランス、スパイ防止しっかりと法整備が必要ですが、これを待って、オーカスへの、加盟の、働きかけをしないということではなくって、オーカスへの、加盟という意思表明をきちんとしながら、今の段階で、できる、法律改正をしなくてもできることはいろいろあるので、そういうもので、いろいろ環境整備をしながらですね、一歩一歩法改正、憲法改正、いろんなことにですね、取り組んで、いくというビジョンと方向性と、そしてさまざまなことに着手するということであれば、岸田政権の支持率は上がると思いますが、しないんでしょう。残念です。というコメントです。哲也さんのツイッターその通りだよね。LGBT 法、あれだけ反対があって賛成にまで、民主主義の原理原則を破ってまでやりきったなら、憲法改正だとか、セキュリティクリアランスって、あるいはスパイ防止法なんて、お茶の子さいさいじゃないですかって、みんな思うよね。思いますね。まあそちらの方に力が使えない事情がまああるんでしょうと、まあ、いうことですな。まあ LGBT 法がね、まあああいう、経緯で、また経緯の違反を問わず成立をしてしまったっていうことで、日本保守党が生まれたわけですけれども、10番いきましょう。日本保守党への中傷が止まらない。花火さん。ついに橋下徹氏が日本保守党に触れた、リポストではなく自分の意見を正面から述べよ。国民の税金を
湯水のごとく使って謝罪もしない。偉そうな上から目線の政党維新の会はいらない。街頭演説の件でイチャモンつけたところでこの勢いは止まらない。将棋倒しの虚偽通報と鳴り止まないサイロンに触れろと。まあ、11番、まあ、11番はちょっと後でいきますか。なんかね、なんでこうやって橋本さん突っかかるかねっていう部分と、なんかこう、日本保守党の保守の中で、なんかこう、いがみ合っている雰囲気もまたあるし、あとはどうなのかな、その将棋倒しの虚偽通報っていうのがさも維新がやってるかのようなそういう情報発信もあったりやなんかしてね、まあ、それもまたね、あの根拠のないことでもって、いやもう世界を取り巻く情勢の中で、保守の中でね、なんかこう球を投げ合ってる場合じゃないなという気もするんですけれども、副団長はどうですか、この10番。球を投げ合うような状況ではないので、実は私はこの件についてあんまり自分ではツイートリツイートしてません。でも一応いろんなものを見ると、警察消防に通報したのは私ですっていう日本保守党の支持者もいらっしゃる、ようですし、この通報が悪意によるものなのか善意によるものなのか、それももう、通報した方の内心にかかる問題で、外からこれは悪意であったものだとかですね、善意であったものだっていうことを、外形から断定するような状況も私ではないように思うので、とにかく、いっぱい人が来た、これは事実だ、で、警察消防を呼ばれた、これも事実だ、サイレンうるさかった、これも事実だ、であるいは淀橋の店長さんがなんか店の前危ないからやめてくれと言ったのも事実だ、それに対する対処として、こんだけも人休めちゃったからちょっとやめられないよということがあったのも事実だ、これについても、細かい人はいろいろとね、細かくこうすべきだった、ああすべきだったっていうんでしょうけど、日本保守党としては、それについて細かくね、これこれでこれっていうことはもうやらないで、とにかく以後、きちんと警備などについては、万全の体制を、尽くすように取り組んでまい、りますと、そういうふうに表明されて、今後そのように、警察などもちゃんと今度来たつもるんだよってことを認識してもらって、やっていくっていうことでいいと思います。そうですね。実際演説会が始まる直前に気分の悪くなった方がいらっしゃって、それを日本保守党のボランティアの方が救急車を呼びましょうかっていうやり取りはあったようですね。これは有本香里さんが言っていました。で、有本香里さんも想像以上に人が集まっちゃったっていうことについては今後の警備の大きな課題だっていうことも言っていましたし、いやあれでよかったというふうに有本香里さんはそうは思ってなかった、百田さんは別にあんな別にあれでよかったんちゃうかって、ちょっと有本さんと百田さんとではおっしゃってることが少しちょっと体温は違ったような気がいたしますけれども、府警があまり絡んでなかった、曽根崎警察署だけでね、ちょっと多分想像以上の人が集まっちゃった、その証左として、大阪で街頭演説をしょっちゅうやってる、僕からすると、少数政党はあの場所でやるんだけれども、あれだけの人が集まるっていう話になると、警察もあの場所じゃなくてもっと西側の、さらに広い場所があるんですよ。そこで、やってくださいっていうアドバイスがなかったってことは、警察も想像以上を超えちゃったというようなことなんじゃないですかね。とにかく怪我人が出なかったから良かったじゃなくて、出なくて本当に良かった、で今後ちゃんと警備をねやるということを有本事務総長も言ってらっしゃるんで、
まあ、この辺はね、まあ、なんか救急車どうのこうのって、ちょっと僕も、そのやり取りをツイッターで見ていて、なんかちょっと残念な感じがいたします。はい。11番、12番、で関連してですね、篠田秀夫さんという方、僕ちょっとよく存じ上げないんですけど、日本保守党はいずれ飯山あかり氏ら SNS インフルエンサーとの関係を明確にする必要があるのではないかと、まあ、ちょっと学者さんっぽいことを言ってるなと思ったら、島田洋一さんが、なるほど、大学教員の腐ったようなものの言い方をする男だ、現場経験を踏まえた飯山あかり氏の中東に関する著作は、国際的にトップレベルにある。日本保守党が政策形成にあたって彼女の知見を参考するのはむしろ安心できるということで、まあ、なんか飯山あかりさんの、まあ、言うことに篠田さんは何か言いたいことがあるんですかね、この11、12について、九段長、どうでしょう。はい、私はこの、篠田秀樹さんという方については、これまではですね、割と良識的な、学者さんだな、この人、国際、政治学者さんですけども、というふうに、見てきたんですね。限界左翼の狂ったような物言いとも違うし、まあ、例えば、憲法などについての、9条とか、あるいは、9条と、国際法の関係などについても、まあ、木村草太みたいな、しばきたみたいな人、憲法学者を名乗ってるね、変なおっさん、お兄ちゃんいるけど、まあ、そんなのについては厳しくね、批判したり、そういう、立場であったので、まあ、この人は、まあ、広く連助を取った中央の範囲にいる方かなと思ったら、今回の例の、イスラエルの、ガザ侵攻については、非常にこうアラブ側に寄った発言を、ああ、まあ、なるほどね。始めたというか、昔はしてなかったと思うんですよね、始めたと思うので、私もちょっと驚いたというふうに思っていたら、飯田あかりさんについて、まあ、このようにちょっと誹謗中傷に近いですよね、高等ならこんな人と距離を置いた方がいいみたいな、これも要するにこう飯田さんの、あ、じゃあ飯山さんのご発言は、非常にこう、アラブ、あるいはイスラム、あるいは原理主義、こういうものについて、まあ、私は現実的に事実に基づいて厳しく批判をしているという認識をしていますけれども、これを、まあ、ことによったら、限界左翼と同じように、イスラムへの差別みたいに受け止めているのかなと。だとすると、やっぱり篠田さん、申し訳ないけど、ここの分野については、変な人たちに、まあ、洗脳されちゃってるなというふうに思って、この状況を見て、島田洋一先生がですね、まあ、痛烈に批判をする、というのも、これはこれでよく、わかる。だから私は飯山さん、日本保守党から島田洋一先生と、まあ、同じっていうか、まあ、近い立場からですね、これまでは中庸だと思っていた、この篠田さんという、国際政治学者さんについて、ちょっと驚きの目を見て、ちょっとこうたじろいで見ている。大丈夫ですかっていう、お薬いりますかっていう感じで見ているという感じですね。はい、ありがとうございました。46分、1分ちょっと過ぎてしまいました。以上、一般公開ライブ、この瞬間、2302人の方にご視聴いただきました。本当にありがとうございまありがす。とうございま以上、す。一般公開ライブとさせていただきます。ご視聴いただいた皆さん、ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございます。はい、それでは、メンバーレベル2、限定ライブに移らせていただきました。じゃあ、13番いきます。そうなんですよね。松野官房長官、めぐみさん、拉致、明日46年に痛恨の極み、いまだに多くの拉致被害者の方々が北朝鮮に取り残されていることは痛恨の極みだと述べ、解決への決意を強調した。松野氏は、拉致問題解決はもはや一刻の猶予もないという切迫感を改めて痛感しているとも語った。14番、平井浩二さん、口では言うが行動のない政府と、まあ、バッサリやっていますね。
あと19番もちょっと一気に言っちゃいますが、岸田総理は拉致問題は最重要課題と言いますが、はっきり言って言いそうです。松原仁先生の追及で、朝鮮総連から1円たりとも回収できていないことが分かりました。これ、質問収集をね、出してましたね。私もこれ、確認をいたしました。やる気があるなら総連を締め上げるはず、一番の近道なのですと。副団長いかがですか、これ。はい、もうこれはもう3つご紹介いただいた流れの通りでありまして、まあ、その、松野官房長官の、ご発言は、まあ、本当に公式、見解、当たり障りのない、見解を申し訳ないけど述べているだけで、実際には何も進んでいない。そして平井浩二先生のおっしゃる通り、口では言うが行動のない政府、もうその通り。でそしてさらに加藤健さんがおっしゃる通り、例えば一つ、決定的に、北朝鮮に打撃を与えられるはずの、この北朝鮮の日本における、活動拠点、大使館と位置づけている朝鮮総連、この朝鮮総連から1円たりともこの被害額を回収できていない、1円たりとも回収できていない。だからこれも何度かこの探偵団でも話題に上ってきましたけれども、これは破綻の申し立てですね。これをきちんとすべきだ、ずっと加藤健さんはご指摘されて、我々もそうだよねっていう発言をさせていただいてきたと思いますが、それだけでなくいろんなことでですね、経済政策、経済制裁、他の、国連の、制裁に詳しい方のご発言では、実は先進国の中で日本の制裁は緩いんだよというご指摘もあるぐらいですね。日本政府は本当に何もしてない。本当にご家族、あるいはご本人は、もう本当にね、その思いはいかばかりかと思いますね。これは朝鮮総連と抱き合わせで、議論になっている、要は北朝鮮系の信用組合の、ね、破綻処理っていうのがありましたよね。平成30年の段階で確か1兆1000億円公的資金をぶち込んでるんですよ。ちょっと僕もちょっと数字があやふやなんですけれど、1兆1000億円公的資金をぶち込んで、不良債権の大体買取額っていうのが、大体2000億円ぐらいだったと。で、それから整理回収機構に、不良債権を移してですね、少しずつ、回収をするっていうのが、金融庁の外郭団体たる RCC の仕事だったんですよ。ただ1兆1000億円ぶち込んでるのに、私が政務官をやっていた時にはだいたい600億円ぐらい で朝鮮総連が本部が売却されたときに30億弱ぐらいだったと思う。で全部でね、大体、債務の残りが600億弱あるんですよ。でそれから RCC が職員大量につぎ込んで、で給料も払って事務所も構えて、なのに加藤健さんがここで指摘しているように、ある一時期まではちゃんと回収できてたんですけど、ビビたる金額ですよ今ね。ずっとね、多分ね000なんですよ。000で回収できないんだったら、回収できてない金額とゼロの数字を叩き出したための、叩き出すというか、ゼロの数字を作るために使った人件費だとか RCC のコストってどれだけあるんだと。だったらもう回収を諦めて、で加藤健さんがおっしゃるように総連の破産
の、もうとにかく申し立て、つまり RCC としてはもう借金はもう返さなくていいから、もう悪いけど、もう刑事事件に相当するような対応で、朝鮮総連をとにかく解体しちゃいますよと、ぶち込んだお金の600億円近くはもう返ってこなくていいからと。でね、そういう判断をすれば、いつでもできるっていうことを、2019年の段階から、今までずっとこれは動いてないと。だからいつも言うように、この問題に限らず、政府はやれることはあるんですけれども、やらないんですよ。まあ、これはもうね、本当、僕もその時 RCC を僕は政務官として担当していたので、まあ、何度、いやもう、でも、金融庁どう思うって言ったら、これ、債権放棄した方が、これ、普通の処理だよねって言ったら、いや、おっしゃる通りですと。だけれども、まあ、官邸が判断しない、まあ、残念ながらその時の官邸の住人は安倍さんだったんですけどもね、相当やり合ったけれども、まあ、未だに回収できてないっていう、そういう、ちょっと長くなりましたけども、そういう経緯がある。まあ、ぜひ、まあ、加藤健さんとね、増原仁さんは、ちょっとニコイチで、まあ、多少私も関わりながら、この問題をずっとやってるんですけどもね、知事として動かない。まあ、平井浩二さんが吐き捨てるように言った、この言葉に、象徴されるというふうに思います。あと何かありませんか、次行く前に。そうですね、まあ、その朝鮮総連関係、あるいは北朝鮮関係では、まだ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 やれることは山ほどある。あるよね、いっぱいあるよ。例えば、朝鮮学校についてです、についてもですね、実は、さまざま、どう考えても日本の法律違反というようなことが、まあ、実際、教育機関であるんであれば、やってはいけないようなことが起きているわけですよ。そういうことも含めて、朝鮮学校っていうのは別に大使館でも何でもなくて、治外法権なんかないわけですから、そういうことについてもきちんとメスを入れるとかですね、できることは山ほどあるんですが、やらないですね、日本政府ね。あれ、朝鮮学校の件、やってたとき、副団長は都議だったとき？そうです。私が都議の時に、まあ、初めて朝鮮学校への補助金を切るべきだということを、まあ、都知事に、当時の都知事、石原さんに申し上げて、私が質疑をして1週間後に、まあ、史上初めてですよね、東京都の朝鮮国への補助金を切ったんですよ。あ、ゼロになった。東京都からゼロになりました。ね、一時はね、新元さとか北朝鮮の工作員が学校法人の理事長をやっていた大阪経済法科大学ってのがあるんだけど、実は私の地元だった八尾なんですけど、でそれがね、東京に校舎持ってたんですよ。で、確か大阪経法大のなんていうか補助金も、確かその時に一緒に打ち切られているような、そういう記憶がありますね。あの時東京都がね、もうガン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 やってくれたんでね、結構勢いついて、いろんなところが波及効果でもって、まあ、相乗効果、シナジーでね、伝播したんですけれども、まあ、相変わらず兵庫県はまだ継続しているようなんでね、これを聞いている兵庫県民の皆さん、まあ、ちょっともう一踏ん張りよろしくお願いします。じゃあ最後16番いきましょう。万博の行方。また橋本徹さんですけども、万博の建設費、大阪市民1人当たり1万9000円の負担に追加の負担、重く受け止めと主張。国と違って大阪市には十分な積立金があるし、これまで途方もない改革で負債を減らし、してきた市民サービスの充実もものすごい。負担以上の経済効果を考えれば、謝る必要もないと。謝る必要はないそうです。副団長、いかがでしょだから当初予定していた計画通りにできなかったことを謝らなくていいっていうんだったら、まあ、言ってればっていう感じですね。
そうだね、やっぱりちゃんと、まあ、大阪府民、あるいは大阪市民、そしてまあ日本国民に対して、あの何にも経済的負担を求めないんであればね、いいんですけども、まあ、公金、税金を投入する、でこれぐらい投入して、これぐらいの事業をやりますということが、もうどんどんひっくり返って、いるわけですよ。で追加の、市民、県民、あ、府民、そして国民の負担を求めてい、く状況、そしてさらに、きちんと万博が当初の予定通り開催できるのかと危惧される、状況、さまざまなことがあって、謝らなくていいっていうんだったら、まあ、この人はもうね、あの政治責任を今は問われる立場にはないですけれども、まあ、でもこの人が影響下に、持っている政党で、そこが今、大阪万博をハンドルしているわけですから、当然、あのこの関係者、あのこの人が創設者になった政党、いまだに責任を有している政党の責任は有権者が問うていくことになると思いますね。ああ、そうですね。まあ、この万博と、まあ、抱き合わせで IR が出てきたんですけども、まあ、IR はあの、まあ、どこに設置しようかなっていうことで、まあ、全国的な議論だったんですけども、まあ、それに目をつけた維新の会がですね、IR と万博を抱き合わせでやろうということで、まあ、これやっぱり安倍さんと菅さんがあの維新の言うことを聞いちゃったんですよね。というのは大阪都構想が2回連続頓挫したことによって、大阪維新の会あるいは日本維新の会が目玉政策がやっぱりちょっと欲しかったっていう部分の中で、大阪都構想は、まあ、最終的にはあの否決されるわけです。違う形であの行政改革が行われたわけですけども、まあ、そこに出てきたのが、大阪を IR というようなことで、まあ、国の方で、安倍菅路線で言うことを聞いちゃってですね、まあ、国の事業としてということで、まあ、僕らも協力をしたわけですけれども、まあ、あの頃から言われていたのは、成功すれば多分維新の手柄、失敗すれば国の責任と、まあ、こんなようなことで、まあ、今ちょっとあの後者の方向に、進んでいるのかなと、まあ、そういう実感を持っております。はい。本当、ふざけた話です。はい。はい。それでは23時となりました。本日も発見ツイッター探偵団、最後までご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。また明日お目にかかりましょう。おやすみなさい。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。